イーリングコモン駅は、ロンドン、イーリングコモンにある、ロンドン地下鉄の鉄道駅である。ピカデリー線及びディストリクト線の列車が発着する。この駅は、トラベルカードゾーン3に属する。駅は、ガナーズベリーアベニューハンガー、レーンとの交差点のおよそ450メートル東のアクスブリッジロードに面している。2面2線の相対式ホームを持つ、地上駅。ホームは、 南北方向に伸びており、都心方面の東行きの列車は南を先頭に、郊外方向の西行きは北を先頭にして発着する。駅舎は、駅の上をまたぐ道路に面する京上駅舎。都心方向のハマースミス駅から複々線で列車が並走してきたディストリクト線、ピカデリー線は、当駅の手前で両線の線路が、合流し当駅では、両線の列車が同じホームを使用する。 両線の線路は当駅を出たところで、再び分離し、両線は異なる方向へ分岐する。ディストリクト線とピカデリー線では、車体の大きさが異なるため、当駅のホームから車両に乗り降りする際は、ディストリクト線の車両はホームより高く、ピカデリー線の車両はホームより低い段差がある。1879年7月1日、この駅は、メトロポリタンディストリクト鉄道が、 ターナムグリーン駅からイーリングブロードウェイ駅へ延伸した際に開業した。1886年にはイーリングコモンエースとアクトン駅に改称され、その後1910年3月1日から現在の駅名になっている。1903年6月23日、MDR はイーリングコモン駅の西側から北方向に分岐して延伸線を開業した。この路線は当初、 かつて、ロイヤルアグリカルチュラルソサイティのパークロイヤルショー、クラウンズが開場していた、パークロイヤルトワイフォードアビー駅までの運行であった。この新線とそれに続く、イーリングコモン駅、アクトンタウン駅間の既存線とともに、地下鉄の地上区間で最初に電化され、蒸気機関車の牽引する列車に代わり、電車が運行された区間となった。なお、その時に開業していた深い地下を走る、 地下鉄路線は開業時から電化されていたイーリングモ門駅からもう一方のイーリングブロードウェイ駅までまは、1905年7月1日から電車が走り始めた。1930年から31年の間、1879年の駅舎を取り替えるために新しい駅舎が建設された。この新しい駅舎は1926年のシティ サウスロンドン鉄道のモーデン延伸線のための彼のデザインを思い起こさせるスタイルのチャールズ・ホールデンによりポートランド石を用いて建設され、四方にウィズ・グレイズ・ド・スクレンズのある高い七角形の切符売り場が特徴的である。この新しい駅舎は1931年3月1日に開業し、同時に作られたハウンズ・ロー・ウェスト駅の採築された駅舎にとてもよく似ている。 1932年7月4日、ピカデリー線は、初期の終点であったハマースミス駅から西方に、イーリングコモン駅まで、ディストリクト線と路線を共有する形で延伸した。同時にイーリングコモン駅からサウスハーロー駅までの区間は、ディストリクト線から、ピカデリー線に移管され、ディストリクト線の列車は、イーリングコモン駅から西方へは、イーリングブロードウェイ駅へのみ走るようになった。 イーリングコモニ駅は、ディストリクト線とピカデリー線が同じホームを共有しており、現在では珍しいものとなっている。両線が並走する、バロンズコート駅とアクトンタウン駅の間では、両路線の列車は別々の線路を走り、ピカデリー線の停車駅では通常は、総じて別々のホームに発着する。なお、アクトンタウン駅に関しては1番線と4番線のみ。 ディストリクト線とピカデリー線がホームを共有している。なお、1964年に、ディストリクト線が、ハンズロー支線の運行を廃、ロンドン交通局ロンドン地下鉄ディストリクト線、イーリングブロードウェイ支線、イーリングブロードウェイ駅、イーリングコモン駅、アクトンタウン駅、ピカデリー線、アクスブリッジ支線、ノースイーリング駅、イーリングコモン駅、アクトンタウン駅、マルチ、イーアーステーションエントリー&、 エグジット・フィギュアス。ロンドン・アンダーグラウンド・ステーション・パッセンジャー・ユーセージ。データ。ロンドン交通局。二千十五年三月三十一日閲覧。abcdef ローズ。ダグラス。ザ・ロンドン・アンダーグラウンド。a。ダイアグロマーティック・ヒストリー。ダグラス・ローズ。キャピタル・トランスポート。isbn 一から八五四一四二一九四。a b d ジョン・ r。リード。ジョン。 ザストーリー・オブ・ロンドン、S ・アンダー・グラウンド、キャピタル・トランスポート、P63、ISBN1 から854143166で、ジョン・ R、リード、ジョン、ザストーリー・オブ・ロンドン、S ・アンダー・グラウンド、キャピタル・トランスポート、P99、ISBN1 から854143166、ありがとうございます。